ははいそれでは第3章、企業会計原則の一般原則、ローマ数字の、えー、2番ですね、えー、一般原則の中の今度は3つ目、えー、資本取引、損益取引、区分の原則を学習していきます。えー、テキストははページをお開きください、はい で3つ目の原則一般原則の3つ目ですが資本取引組の,の原則こちらは7つの一般原則があると言いましたがその中で特にですね今後の議論に絡んでくる内容かなというふうに思います、はいまあ、一番大事と言ってしまうと、まあ、一番大事なのは真実性の原則ですから、まあ、最高規範というだけありますから真実性の原則が会計の位置づけとしては一番重要ではあるんですが 学習の中で,です、ね、一番絡んでくるのはこちらですね資本取引、損益取引区分の原則と考えられます。はい、でこちらの内容ですが1行目、はい、資本取引、損益取引区分の原則、剰余金区分の原則はのあとマーカーです点線部分マーカーです資本取引と損益取引を明瞭に区別、はいまあ、そのまんまですね資本取引と損益取引,を、えー、損益取引を分けてくださいと言ってますで特にのあと点線部分マーカーです 資本剰余金と利益剰余金と混同してはならないとする原則ですよということですね資本剰余金利益剰余金も分けてくださいと言っているわけです、はいでえー、そもそも資本取引と損益取引って何ですかっていう話からで、えー、二段落目、はいまあ、読んでいきます、えー、企企業業会計においては企業 えー、企業活動の成果である基幹損益を適,切に適正に計算することを第一義的に考える必要があるが、まあ、利益が大事だと言ったわけですね、はい、株主法を増減させる項目のうちなどマーカーです利益の獲得を目的とする損益取引のみが企業活動の成果となる取引、はい、であり飛ばして点線終わりまでマーカーです えー、株主資本を直接,的に変化させ直接的に変化させることを目的とする資本取引は企業活動の成果となる取引ではない、はい、ここまでマーカー引っ張ってくださいで、えーま、資本取引損益取引の定義が記載されていますのでちょっと赤ペン持っていただいてで、えー、マーカーの冒頭ですね損益取引の前、はい、利益の獲得を目的というところに波線引っ張ってください 利益の獲得を目的とする取引が損益取引でマーカーのその次のマーカーですね資本取引の前、はい、株主資本を直接的に変化させることを目的こちらにも波線引っ張ってください、はい、こちらが資本取引の内容になってきます、はい、でマーカー引く前の文章コートで説明した文章ですが、えー、企業会計においては成果を計算する、まあ、利益を計算することが一義的な そのうち、そのうちといいますか、えー、利益を計算するのが一義的と考えるんですが、株主資本を増減させる取引には、資本取引と損益取引がありますと。はい、で資本取引というのは、先ほど波線引いていただきましたが利益の獲得を目的とする取引、引、はい。であって、えー、その続き、ですね損益取引のみが企業活動の成果となるんだと。ちょっと成果に丸丸けてください赤ペンで丸ですね 損益取引が企業活動の成果と言える取引になってきますと、はいですねまあ、具体的に言うとまあ売り上げとかですね商品を売ったら売り上げが上がってきたりこれは損益取引のわけです企業の成果と言える取引なわけです、はい、で一方で資本取引というのは株主資本を直接的に変化することを目的としている取引であって成果ではないわけですね、はい、下から2行目出だし成果に抜点ですはい 企業活動の成果と言えるような性質ではないんだということですね、はい、で先ほど波線引っ張っていただきましたが、えー、株主資本を直接的に変化することを目的とする取引、まあ、例えば増資とか減資とかあるいは配当とかですね、はい、株主資本が直接増減するような取引が資本取引と呼ばれますはいで今ちょっと 普通の色でマーカー引っ張って波線引っ張っていただいたんですが、えー、先ほどの定義というところは取引目的に着目した定義と言えますだから利益の獲得を目的とする取引が損益取引株主本の直を直接的に変化させることを目的とした取引が資本取引と言ってますから取引目的に着目した定義が今本文中波線引っ張っていただいた箇所と考えていただいて 客中の7番客中の7番に、まあ、違う観点からの定義が記載されています。はい、客中7番ですね、一般に資本取引はのあと、ちょっと覚えるマーカーでマーカーを引っ張ってください、はいえー。報告主体の所有者である株主との直接的な取引こちら、定義として、えー、覚えておいてください。 で報告主体っていう言葉がありますが、こちらは企業ですね。はい、会計報告をする主体ですから、企業ですねで。企業の所有者である株主、株主との直接的な取引が資本取引だと言っています。はい、でこの定義づけは取引相手に着目した定義づけですね。本文ででは取引目的でしたが 番では取引相手誰と取引したかによって資本取引を定義づけています株主と直接取引を行ったらそれは資本取引なわけですでこちらにはですね1 7番の方では損益取引の定義が記載されていませんが取引相手に着目して言うのであればそれ以外つまり株主との直接的な取引以外の取引は損益取引になります 先ほど覚えるマーカーで覚えてねって言った定義の逆ですね被る人の直接的な取引でなければそれは損益取引と言えますつまり企業,の企業活動の成果となる取引と言えるわけです、はい、で定義2つほど紹介さ2つと言いますか2つの観点から説明させていただきましたね取引目的と取引相手 の観点から説明させていただきましたが受験上重要となってくるのは覚えるマーカーといった客中7番の方だと考えていただいて結構です,、はいですね、論述を要求される際はです、ね、取引相手に着目して定義を述べることが多いことになりますから客中7番の方をしっかり覚えていただきたいというふうふに思います、はい、でちょっと本文戻っていただいて 最後マーカーを引いた箇所、まあ、成果となる取引ではないというところまでマーカーを引いていただきましたが、えー、その続き、はいえー、従ってのあとマーカーです。両取引を区別することにより、えー、基幹損益計算の対象を明確化することができるこちらマーカーカです資本取引と損益取引を区別することによって基幹損益計算の対象が明確になりますよと。 言ってますで基幹損益計算、これ、どこで行われるか、財務省表上どこで行われるかというと、PL ですよね、損益計算書ですよね。はい、つまり、損益計算書を経由させるべき取引というのが明確になりますよってことを言ってます。で、ちょっとイメージ図書きますが、こっちでいいですかね。はい はいこちら BS で,はいでえじゃ株主資本と書いておきますがすみません、小さいですが株主資本があった際にまあ株主資本を増減させる取引として資本取引、損益取引があったわけです。が じゃあ損益取引と取引という2つの取引があった場合に資本取引は株主との直接的な取引です。であって取引の目的としましては株主資本を直接的に変化させる取引ですよね。はい つまり資本取引というのは株主資本にダイレクトに直接的に影響を及ぼします、はい、一方で損益取引というのは成果である取引ですね企業活動の成果となる取引なわけですから基幹損益計算の対象になるわけですよねつまり一旦 PL っていう財務書表を経由した上で株主資本にぶち込まれるわけですね、え突っ込まれるわけです。つまり1回、PL で基幹損益計算の対象になっているわけです。ちょっと言い方変えて成果計算と記載しておきますが、企業,の企業活動の成果との取引だったわけですよね、損益取引。 成果計算の対象になりますすとというところです、はい、つまりこのように資本取引と損益取引というのを明確に区別してあげることによって基幹損益計算の対象となる取引を明確にすることができますよということです。はい、PL でしっかり利益計算を行う際にはこの分類資本取引と損益取引を明確に区別するっていうことが重要になってくるわけです。 はい、で一応、その下に例が記載されていますね、20丸で資本取引と損益取引といったところで、はいまあ、これと、これ、今話した話とかぶ、えー、る話にはなってくるんですが、えー、取引が3つあります。はいえー、丸1で、えー、新株を発行し、資本金500000 500, 円を増加させたと、まあ、増資が行われましたということですね、これ、仕分けに落とし込んでみると、丸1の仕訳は、増資ですね。資本金が 500,000円増えましたっていう仕分け。まあちょこちら現金にしちゃいますね。現金での払い込みがありましたと増加しましたと増資が行われましたと。はい。で二つ目の取引、えー、丸二商品3,500,000円を仕入れましたと。はい。で本来であればまあ仕入れ 仕分けが行われますが、まあ、その次マルで売っちゃいますのでちょっと C クリクリ C をちょっと一旦度外していきなり売り減にしちゃいますね。売上げ減価三千五百っていう仕分けですね。仕入れましたっていう仕分け。はい。それからマルこの売上げ仕入れた商品を売りましたと売上げ高が 5000千千円、計上されますちょっと現金売り上げで5000千千円、売り上げが上がりますとはいでこの3つの取引が行われたわけですがこれで資本取引と損益取引を区別していただきたいわけです。この3つのうちどれが資本取引でどれが損益取引かっていうのを皆さんにご判断いただきたいわけなんですが。はい まあつまり、成果計算の対象となる取引がはどこかという話なんですが、こちら、ここですよね。損益取引はここ。こちらの1の取引については株主との直接的な取引ですよね。新株を発行するわけですから株主に直接新株を発行するわけですから株主との直接的な取引であって。 株主資本資本金ですから株主資本を直接増加させるような取引なわけですつまり、一は資本取引もっと言えば成果計算の対象とならない取引ですね、はい、一方で、丸三の取引というのは株主との取引ではないわけであって、まあ、利益の獲得を目的としただ売り上げで収益を上げて、まあ、原価を差し引いて利益なわけですから、はい、成果の獲得を目指した株主以外の人との取引なわけです はい、そのような観点から損益取引と区別することができるわけですね、はい、じゃあ、えー、両者を明確に分けた上でですねこの○丸3の損益取引は PL を経由させましょうということですねだこっち丸2丸3はこっちなわけですから丸る丸3こっちなわけですから丸○丸3の取引については PL を経由させて株主資本を増減させるで資本取引については丸1の取引については直接 PL は経由せずに 株主資本を増減させるわけですね。はい、で、えー、その下に、えー、BS がと PL がだーっと並んでいますが、はい、じゃあ一番右側から見ていただけるとご理解いただけると思いますが、はい、一番右側の PL、損益計算書で成果計算をしてますね。はい、つまり、丸三の取引から出た収益、売上五5000が貸し方に載っていて、 ですね、丸さの取引ですね、売上5000が乗っていて、でえー、借り方の方に費用、つまり売上げ原価ですね、この売上げに対応する原価である3500が計上されて、差額が当期純利益になるわけです、5000から3500を差し引いて、1500の当期純利益が計上されますと、はい、でこの当期純利益が期末の BS に突っ込まれるわけですね、はい、書きますか。 P.L. において成果計算をしてあげますと、売上が5000円だったわけですよね。丸差の,の取引で売上原価が丸差の取引で3500。差額が1500。企業の当期一会計期間における損益、期間損益は1500なわけですよね。はい。でその1500の金額が BS の株主資本を増減させるわけです。はい。まあ、こんな感じで書いてありますね。 こんな感じで書いてあってあ、ちょっと四角の大きさがこんな感じですかねこの部分の当期の期間損益業績が株主資本の増加に 結果としてなるわけです PL を経由した上で BS に入ってくるわけですね。はいまあ、株主の増加項目になる、まあ、もっと言えば利益剰余金ですね。ここに記載されていると思いますが、利益剰余金として株主資本を増加させる影響をもたらすということになります。はい、で一方で、資本金については、マルチの取引については、まあ、資本金がそのまま500増えてで、PL に経由することなくですね。 一番左側から見ていくと資本金もともと1000だったのが資本金が1500になってますねだ500増資して資本金が直接増えて取引は終わりなわけですね、はいまあ、このようにこの取引2つの取引を区別するなんで区別するんですかって言ったら基幹損益計算の対象範囲を明確にするという観点になりますだ PL でしっかり利益計算を行うためにえ損益取引と資本取引というのを明確に区別してあげる必要があるんだと いう話になります。はい、では二十三ページ。移っていただいて。はい。で二十三ページ続きの文章があります。 また、資本取引損益取引区分の原則においてはのとマーカーです。元本たる資本のうち資本金以外の部分である資本剰余金。こちらマーカーです。元本たる資本のうち資本金以外の部分である資本剰余金。と飛ばしてマーカーです。企業内に留保されている利益である利益剰余金。の飛ばしてマーカーです。混同禁止。 これも要求されていますと、はいまあ、1文目が資本剰余金の説明ですが、マー,カー1か所目が資本剰余金の説明ですが、まあ、元本、つまり元手ですよね株主から集めてきた元手である資本のうち資本金でない部分ですよね、資本金以外、剰余の部分ですから資本金以外の部分が資本剰余金。はい でえー、2, 2, 2つ目のマーカーの箇所が利益剰余金の説明です。企業内に留保されている利益だということですね。企業内で残っている利益が利益剰余金ですよということですね。まあ、言い換えると、可燃度の当期純利益の累積額ですね今まで。今までの設立から今までの過去に獲得した利益の累積、企業内に留保されている部分が利益剰余金になります。はい でこれら資本・助有金と利益・剰余金というものは混同してはなりませんよということも要請していますで続きの文章、要請されのあと2行目終わりですね株主資本を企業の元本である払い込み資本でと飛ばしてマーカーです、えー、元本を運用して増加させた果実である留保利益、はい、でに飛ばしてマーカーです区別 すするるこことととが要請されていいんだということですね、はい、株主資本の中で企業の元でである払い込み資本と、うん、その元手を運用して増やしただ頑張って増やした成果の累積値果実である留保利益これらを区分してくださいと言っています。はい、で、えー、それに関して下の図イメージ図で説明していきたいのですが。 はい、その下のイメージ図ですね、はいまあ、大きく株主資本っていう資格囲みがあると思いますが、まあ、これに関連するものを書いていきますが、まあ、必要な箇所だけ写していただければ結構です。ちょっと BS に落とし込んで説明させていただきますが。 まあ資産負債、純資産といったところでえ純資産の中のまあ株主資本を想像していただいてこの部分が株主資本と想定していただいてえ株主資本の中にはまあ資本金であったり資本剰余金、SJ とって書いてますね、簡略して資本剰余金それから RJ、利益剰余金があるわけです。はい で上の文章にも記載されていますし、まあ、皆さんご、ご存じかと思いますが資本金、資本剰余金っていうのは資本取引、この左側に書いてると思いますが資本取引の影響株主を直接削減させる取引の結果として生じた、まあ、株主からの払い込みなわけですよね、はい、つまりま、払い込み資本なわけです、はい。こちらも記載されてますね、こちら囲われていて払い込み資本で記載されていると思います。 はいですねはい、資本金は資本上金は元で別の言い方をすると払い込み資本なわけです、はい、一方で利益剰余金っていうのは何かというと損益取引の結果として生じた企業の成果なわけですねこれ損益取引と規制されていると思いますで PL 経由してますね、はい、PL という財務書要をて、えー、経由した上で株主資本 という財務諸表を経由した上で株,株主本の増加項目となる利益、奨励金になりますで。こちらは留保利益と呼ばれるわけですね。企業内に留保されている利益、カレンドの利益の累積額なわけです。はい、で、これらをこれも区別。 こんな感じで波線が引かれていると思いますが、ま両者を明確に区別してください。これも書いてありますね。区別と、ま波線の前後に区別区別と書いてあると思いますが、払い込み資本と留保利益は区別してくださいね。これも要求しているわけです。はい。で、なんでこの区別が必要なんですか。元手と儲け、払い込み資本と留保利益を明確に区別する必要があるんですかっていうと、上の文章を戻っていただいて。 下から2行目これはの後からマーカーです会計理論上は配当の金額をめぐる株主と債権者の利害対立は払い込み資本を配当不能留保利益を配当可能として両者を区別することにより調整が図られるはいここまでマーカーですですねつまりこの配 これも記載されていますが会計理論上においてはです、ね、この払い込み資本の部分を配当できないようにして配当不可と、配当不能この部分を配当できないようにして利益剰余金部分は配当できる。 配当可能とすることによって株主と債権者の利害対立を調整していたわけですよね、はい、ですから両者を区別する理由はって言ったら会計理論上は利害調整が挙げられるわけです株主と債権者の利害を調整するという観点から配当可能なものと配当不能なもの配当できるものとできないものを明確に区別してあげることによって利害が調整されると言えるわけです はい、ですが皆さん、計算編の処理を思い浮かべていただくとあれ資本・寿用金でも配当しているものってあるなって思うかと思います100中8番言ってください23ページの100中の8番ですね出だしからマーカーです現行の会社法上は払い込み資本の一部であるその他資本・寿用金を原資とした配当が認められている。 ですねはい、今、会計理論上は配当不能って言ったんですが実際、法律においてです、ね、その他資本剰余金は配当できることになっているわけですね書いておきますかバッとその他 SJ にしてますねその他 SJ は配当可能と。 はい、つまり払い込み資本の一部であるその他資本の受益金については配当していいよと株主に配当したらいいですよっていう会社法の規定があるわけです、はい、でこれをしてしまうと利害調整さっき言ったこれらをれ明確に区別して株主と債権者の利害を図りましょう利害対立を調整しましょうっていうのが実現しづらくなってしまうわけですね、はい、ですからちょっと赤ペン持っていただいて今の客中の8番の続きから読んでいきます 配当が認められているため、払い込み資本と留保利益の区別による利害調整の実効性が乏しいと言われます。利害調整にちょっと三角つけておいてください。はい、その他資本・重金の配当が認められているっていう観点から、ここを区別することによって、払い込み資本と留保利益を区別することによる利害調整機能の効果っていうのが、まあ、あんまり効いてないんじゃないのと、効果が及ぼ、えー、発揮できてないんじゃないのと。 いうことが指摘されそのイメージで利害調整にちょっと三角つけていただいてはいで続きを見ます利害調整は,がは実効性が乏しいと言われることがあるこれを受け近年は元本,と払い込み、えー、元本と果実を区別した情報はなどマーカーです投資家がカレンドの企業の業績の量否や、えー、企業の投資効率等を判断する際に有用コマーカーですね でちょっと赤ペンに持ち替えていただいてその続き、えー、情報提供に丸つけておいてください情報提供に丸です、はい、つまり近年ここの区別払い込み資本と留保利益を明確に区別しましょうというのは利害調整の実効性が乏しいとですが、えー、マーカー引いた場所ですね 年度の企業の業績の量費や投資効率の判断を行う際に有用だというふうに捉えて情報提供の観点からここを分ける必要性があるんだというふうな主張がなされたりするわけですではい、だ典型的には払い込み資本という元でこの元手を使ってどんだけ利益を上げましたかっていう情報ですねはい。 あるいは PL の利益情報ですね、この元手を使ってどんだけの利益が上がっているか、PL によって利益が上がっているか、あるいは利益上位金があるかっていうふうな観点からですね、えー、情報提供、はい、情報提供の観点からこの区別が必要なんだっていうことが指示されたりしているといったところになります。はい でこちらここまでが資本取引損益取引区分の原則に関するお話でした。はいで、まあ、こちらについては冒頭でも言いましたが今後の議論、ですねこの3章に限らずですねその後、上級に入ってもですねずっと絡んでくる内容になってきますしかなり重要なところになりますからですねまず資本取引損益取引がどういうものかですね定義を覚えてくださいと言いましたがそれも含めてですねどういうものであるか。 はい、それから、まあ、この実際のですね財務諸表における取扱いも含めてでですすねね、はい、それからら、まあ、こちらの話です、ねはい、どういう観点から、えー、資本・上有金、利益・上有金の区別が、えー、必要とされるのかというところまで、えー、しっかり押さえていただければなというふうに思いいますはい、それでは、えー、第3章のローマ数字2番、えー、一般原則の中の資本取引・損益取引区分の原則に関する説明は以上にいたします。